今回のですね、ドライブは竹正前交差点から始まります。ここをまっすぐ行きますね。少しいい天気でしょう。だけどね、明日はね、また雨らしいですよ。ここ竹町交差点ですね。どう行こうかな。まだ決めていません。っていうのが、いろいろなこう今コースとか、なんですかね、それとかのジグザグコース、直線コース、定番コースとかいろいろ考えてるんですけども、直進コースを長いことやってないんですよねと今思ったもんだから、なるべく曲がらないで行ってみましょうかね今日はね。私自身はこの右に左にスラロームが好きなんですけどね、だけどそれをずっとやってるとやっぱり直進コースもたまにはいいなと思いますよね。じゃあ直進コースで行こう、どこまでもっていうやつは、もちろんその、あれですよ、道なりという意味でね。少しやっぱり煙ってますね、遠くはね。こういう気象の話をしたって聞いた、あれちょっと左行かないか。気象っていうか、ほらお天気の話したって面白くないでしょう。なんか話題はないとかでないかなと思ってしてるんですけども、あれですね、こう定番コースとかこの直進コースの時は次どこに行けば面白いけと思う、そんなことを考えたりするんですけども、コメントの中にで鹿児島弁を聞きたいっていうコメントもあったりするんですよ。だけど私の鹿児島弁は荒いですもんね。荒いっていうか、私なんかが育ったのが昭和22年生まれですから、学校の先生っていうのは大体兵隊さんから帰ってきてる人が多いんですよね。だから気が荒かったから、君たちっていう先生はほとんどいませんでしたよ。我々、私なんか言うと、ワイターコアって、よそからも来てなかったですからね。鹿児島、いわゆる鹿児島で生まれ育った人が、鹿児島の子たちに教えるっていう感じ。だから先生なんかの、今先生なんかのこの給料とか、なんですかね、仕事としての環境はすごく整ってるかもしれないけど、大変家なんかもほらそんなに借家とかあんまりない頃ですからね、もちろんマンションなんてないし、アパートって名前がついてもモルタル作りでっていう感じだったから、先生なんかもあんまりこう心休まる時がなくて、しかも生徒たちが大体私なんかも平均ですからね、特別悪くもないし特別良くもないっていう連中を相手にするわけだから、ワイターコアって呼んだしょうがないんですよ。要するに君たちはコラじゃないな、お前らはコラですね。だからそれの受け答えだし、友達ともそうだから、これを鹿児島弁ですってした時に、よその人たちが聞いた時、えらい鹿児島弁って品がないなっていう、いや自分で喋ってて思いますもん。友達と話をして、行き合ったと言えば、やな、声をくえんで、って言うとね、喧嘩をしてるみたいに聞こえるんだって。だからまあ、そういうのでよかったらですよ、なんですかね、
一口鹿児島弁講座じゃないけど、なんかそういうので、日常のですよ、何を言えばいいか、ああ、セブンイレブンがけど、最近なお、わぜセブンイレブンが受けならせんけっていう、あ、これぐらいだったらいいですよね。まあ、先輩と話をするっていう感じですればいいかもしれない。私なんかの頃はもう先輩はもう、先輩に対しては、おまんさーとか、なんとかさーとか言わんた。ビアチョチキン名声パシパシってやられる頃です。だからね。だから、先輩に話をするような感じで。セブンイレブンやったんか、太陽もあちこちやっとな、っていうのは。セブンイレブンもそうだけど、この太陽もあちこちで見かけるよね、っていう感じがそれです。じゃあ、どうち、昔はさ、太陽ちはよ、ち、天文館だから、地蔵門をちょっちこう行ったあっち方に今パース通りちゃっとがあっこにチケットこうに第一本あ天文館公園の一気右よじゃないや あっこから海側から見せ天文館公園の右方よっつって分かるかな。まあこれはね鹿児島弁を聞きたいっていう人のために言ってるような感じなんだけど。要するに困難なんですよ、私なんかしゃべるか。ああ、アヒケやったとけ、知らんかったな。なんでや知らんてよって、カゴンマムや有名な企業やらよ。すくすくはい、第1号店はどけやったか知っちょっかーって言うと。すくすくっていう、料理、うどんとかそういう麺類を最初、主体にして。立ち上げて、今はもういろんなのやってますけどね、そこの1号店が、開店した時に私は一緒にいて、その先輩と一緒に行きましたからね。で、福君の社長が、自分で麺を、手打ちですよ。手打ち麺をこう、不安そうな顔しながら、不安っていうのはその料理に対してはじゃないですよ。この福福を立ち上げたもんの、うまくいくかねっていうような顔でね、こう、麺を切ってらっしゃるところ、目撃者ですからね、私ね。はい。だから、まあ、そういうような話をするときに、うわ、福福はどけやったか知っちょっかって、いや、知りません。あ、これ、私が先輩ね。ほんで、下が私とすると、うわ、せなとも知らんてや、福福はね、社長はね、おいと同級生やどーって言うわけですよ。ああ、ですか、そこに行くときね、福福に行くとき、おい、お前飯は食ったてや、って言うから、いや、まだですよ、お飯食けどーって、どこですか、って、どこでお金ついてけって言って車に乗っけて行ったところがそこだったっすよ、ね。荒田八幡のですね、電停の、海から向いて向こう側。そこにありましたからね。だから、私が、その、福福とか、ほら、鍋島さんとか、こう、あるところ、よく飯食いに行くでしょう。あれはね、そういうあれがある。福福の社長は知りませんよ。私が、こういうことをしてるし、というやつと、福福の社長の友達の、友達が私がその友達だっていうのも知りません。だけどね、そういう、なんて、ある意味、ほら、歴史的な出来事の、第一歩目じゃない、一歩目でしょ？そういう日をね、やっぱりね、自分がお客として目撃していって、して、その頃はビデオカメラマンじゃないんだけど、やっぱり手元とかね、社長の顔とかね、見るつもりはなくても見えるわけですよ。ほんで、その先輩が、福福の社長に、よかったね、ワイを、って言えば、なーとかなんとかって言われるのをね、どげんだったろうかい、とか、こんなに大きくなるなんて思ってなくて、ただその店がね、やっていけるかなーっていうような感じだったんです。ついでに鍋島さんを言うと、鍋島さんはうちの親父がなんか知ってたらしいんですよね。先代を、鍋島の社長のね、
そういうことがあって、鍋島さんには特別な思いがあるっていうのは、それと、もう一つは太陽。さっき言った太陽。これはね、うちの親父が太陽の、初代の、創業者の社長と顔見知りじゃなくて、ちょっと仕事の関係で知ってて、その太陽の社長が、うちの親父に、今からこういうシステムの店を立ち上げるんだっていうのをね、ものすごく熱弁したらしいんですよ。だけど、うちの親父は、とんとそのイメージがわかんかったって。ほんで、その話を聞いたのはもう、親父が死ぬ、まあ、何年か前なんですけど、だからもう太陽が大きくなってからですよ。その話を聞いて、やっぱりね、ああいう人、要するにこう企業、自分で仕事を起こして、それからそれを大きくしていく。またその息子さんが継がれる。また別の、例えばその社員から社長が、次の社長を抜擢してっていう企業があるでしょう。どんどん大きくなっていく。その人の、そのね、創業者のね、頭の中はね、おいたんにはわからんと知ってましたよ。はい。ほんで、18番さんはですね、ユーザーから始まりました。どこ行けあそこは、イオンの、鴨池、昔の鴨池動物園の、後のあの辺にある、18番のあそこラーメンがあるけど、あそこのニララーメンから始めて、んにゃこはうめえねえってやつ。それから始めて、ほんで、その、ほら、鍋島さんと、福さんが一緒に、こう、なって、大体、同じ、なんですかね、駅前、あそこはなんていうのっけ、ベイサイド、海域ベイサイド、あそこにしても、七つ頭にしても、大体3名はこうですから、ああ、3人の方の大体、この、あれは、似たような感じの、すごいなんかスケールの持ってらっしゃるんだなーっていうのをなんかね、感じますよ。わかりはしませんけど、感じます。どこいつもやったっけ？ですね、あ、じゃった、通り過ぎたっけ、あそこは。ちょっと待ってくださいよ。通り過ぎてはいませんでした。ここね、玉里自動車学校の横、こっからね、右折してね、これも、コメントいただいた方からの、なんですかね、アドバイスなんですけど、ああ、カメラが横に振れない、あ、ごめんなさい、学校を巡りって私はこうしてるんですけどもね、だったらここをもう自動車学校も、要するに学校の一つの範疇に入るんじゃないんですか？ここ入れるのっけ？あ、違うな。っていう。ね、ですもんね、玉田と自動車学校ですから。ほんで、私はもうそれを、ああ、ここは、正面は一色中学校ですよね。だから、私はもうほら、自分の最終学年、学歴は、玉田中学校じゃない、玉田自動車学校ですっていう、半端ギャグみたいなのでしてるけれども、終わらしたんだけど、やっぱり、見る人が見るべっていうか、その、感覚の鋭い人が見ると、なんでこれも、学校のテリトリーの一つとして取り入れられないんだろうかっていうようなね、鋭いですよね、ほんと。まあね、通常はね、この手の動画は没動画なんです。練習、まあ俺は日々特訓っていうやつで上げたりしてますけれども、あれはもう、何ですかね、まあ、体のいいやつをこう上げてますけれども、これみたいに喋るの練習とかしてるのはね、もう噛んでガムかっていうぐらいなんですけれどもね、今日はあげましょう。なんか、
上げよう。やっぱしこういう、さっきの福々さんの下りなんかは、こういう時に勢いでバーって言った時の方がいいみたい。やっぱりあれですよね。いや、というのはさっきこう喋りながら、ああ、どこや、ボツやんと、ボツやんと、思いながらしてたけど、だけどやっぱほら、コメントをくださる方の気持ちをしてこう見た時が、本気でやっぱりこう、本人さんはアドバイスって思ってないかもしれないですよ。ただ思ったことすっていう。これぐらいはまあ、本人も気づいているだろうみたいな感じでされるかもしれないけど、僕なんか、ちゃったねーっていうやつが多いんですよ。ほんで、今から行こうと思ってるのはね、なんかガチャンガチャン言うでしょう。これね、今ね、カメラをほら、さっき動かないって言ったけれども、動くようにさせる前の段階の試作品。試作を兼ねても走ってますからね。試作を兼ねてもっていうか、その具合をね、確かめるのに、こっからじゃらせんかったですかね。昔は形状自動車学校しよったんですよ。ここ左。で、形状自動車学校には何かのあれでね、来たことあったんですと。ここの坂、すごいです。ほんで、だから形状自動車学校で行き止まりと思ってたんですよ。要するに、こっから上は、形状しだし自動車学校しかないと思ったけども、この前ちょっとあれで、Google で、あら、わっせガチャガチャ言う、どこが言うのっけ、ごめんなさいね、ないっけ、こんがガチャガチャ言うすいません、こうガチャンガチャンで あれに、あれ、あ、こっか、ああ、わかった、ガチャガチャの意味が、すいませんね、だけどこの、あ、ここだ、ほら、形状自動車学校、ここは通り過ぎるしかないのっけ。こっから左に行きますね。左でしょうね。あれ、Google で調べたときは行けんなっちったっけ。あら。だから今日は話がすいません。飛び飛びだけど、なるけど。時々ガチャガチャイオンがしますけど、すいませんって書いとかないかんですね。それがないと、ないやろか、こんガチャガチャって。音の処理もせんで、アップするのってやつかも。あれ、どこ行っとけ。もうわかりません。ああ、わかんなくなった。もう下手するとどっかで、それじゃあ今日はこの辺りでってなるかもしれませんけどね。まあ、行けるところまで行ってみますね。わかった。たつもりだったけどな。まっすぐ行ってますね。もう突き当たったら、もう突き当たったら、突き当たったら、突き当たらんけど、どっちだ、左だ。よし。もう降りましょう。こっからどうなんだ？降りましょう。せっかく、福さんとか、鍋島さんのお父さんの話をしたのに、没動画系。タラッタタララッタタン。冷やせ、冷やせ。タラッタタララッタタン。冷やせ、冷やせ。もう左行きますね。だんだん道が細くなっていった。あ、上にあるあれですかね。上のほら。だけど、どっから入ってきたっけ？そこで、なんかホースで水をまいてらっしゃった方が、あら、この人はまぐれたもんじゃーっていうような顔で。ちょっとですよ。あそこほら上見えるでしょう。多分あそこに行く道があると思うんですよ。どこやろうか。
ここ来ましたよね。ああ、ここや。あれ、ここにはさっき来なかったっけ？いやいや、怖い怖い。もう降ります。怖い怖いっていうか、なんか長くそこを越えても、その向こうが長くなりそうな気がするんですよ。だから、ちょうど、尺的にどうかわからないけど、私の喉がちょっと 痛くなってきたの。あれ、どげんきたっけ？あれ、どげんきもうたっすけ？ぐあ、着いこた。あ、ここの見晴らしのいいところで、今日の動画はお開きします。ありがとうございました。